ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。ねえねえマリサ知ってた。日本最強の戦艦って戦艦ヤマトじゃない？だけど、実は戦艦ヤマトより強力な戦艦の開発計画があって、計画も実際に進んでいたらしいのよ。実際、開発はできなかったようだけど、ぜひ見てみたかったものよねー。おお、ヤマトを超える戦艦の話か。確かにヤマトを超える戦艦の計画は実際にあったし、それは日本だけではなく他の国でも存在はしていたんだ。結局は開発されずに計画段階で終わってしまったけどな。ヤマトを超えるレベルの戦艦ってどんなスペックになるのかしら。ぜひ見てみたかったところね。超大型戦艦は一種のロマンだよな。その巨大さと圧倒的な存在感に心惹かれる霊夢の感情は、私もよくわかるもんだぜ。それに、心惹かれるのは私たちだけじゃない。数多くの戦艦マニアたちが心惹かれ、現実のものにはなっていなかったとしても、小説や漫画、アニメそしてゲームの世界に、ロマンあふれる超大型戦艦は多数登場している。ということで今回は、アニメ、ゲームに登場するロマンあふれる超大型戦艦5000、これを解説していこうと思うぜ。ほうほう、実在しなかった戦艦の紹介ね。ちょうど坊主とか戦艦ゲームやってみようかと思ってたのよ。めっちゃ興味深いわね。造形美を求める霊夢には心惹かれるものがあるだろうな。実際、技術的にはそんなん不可能やろって思うものも多いが、それはそれで面白いし、かっこいいしな。やっぱり現実にはできなさそうな戦艦だからこそ、憧れる部分があるからね。どんな戦艦が出てくるか楽しみだわ。それでは皆様、ゆっくりしていってね。それではまず一つ目の紹介だ。一つ目は黒金の方向シリーズに登場し、ほとんどの作品でラスボスとして現れる超兵器、ボルケンクラッツァーだぜ。はぁ？まさしくロマンの塊みたいな見た目してるわね。これはゲーム作品の戦艦かしら？そうだな。黒金の方向は第二次世界大戦を舞台にした、戦艦系の戦略シミュレーションゲームだぜ。2000年に第一作が発売されて以来人気を博し、これまでに2や3など9シリーズが世に出ているんだ。第二次世界大戦を舞台にしていると言った通り、基本的には史実に準じた歴史観を備えたゲームなんだが、史実に基づく兵器だけではなく、超兵器と呼ばれるような SF 感満点の兵器とか、猫ビーム、神光線とか面白要素もあったりするぜ。ほうほう、まあゲームだしね。そして黒金の方向にほぼ毎回登場し、圧倒的な戦力を持って最後のラスボスとして立ちはだかるのが、ボルケンクラッツァーというわけだ。ラスボスが弱いと強ザメですからね。最強の名にふさわしい性能を有しているんでしょうね。もちろんそうだとも、このボルケンクラッツァー、初代では主砲として搭載されているのは超電磁砲、いわゆるレールガンってやつだな。初代の中ではもちろんこのレールガンが最強兵器で、異常にまで高いその火力は、最大まで強化した味方の戦艦耐久を、一撃で数割吹き飛ばすという化け物性能になってるぜ。まあただ残念というかなんというか、ボルケンクラッツァーの防御力は言うてそこそこで、正直そこまで硬い装甲というわけでもない。初代ではこの最強の兵器、レールガン、を、味方も道中で拾えるようになっているので、装備できてればあっという間に撃沈できたりもする。いや、ラスボスの武器手に入れちゃダメでしょ。そこはやはり最後の壁として立ちはだかってほしいわねー。そこはシリーズが進むたびに改良されていったぞ。黒金の方向2では、主砲は、波動砲、に変わっている。波動砲ってのはもちろん実在しない架空の兵器で、宇宙戦艦ヤマトとかにも搭載されてるな。こいつは発射準備までに多少の時間はかかるものの、被弾すればほぼ確実に即死するという脅威の性能だ。しかも前作の主砲であったレールガンは、副砲として2門搭載されているという鬼畜っぷり、電磁防壁の性能を強化していないと、あっという間に溶けるほどの威力なので要注意だぜ。作中における破壊力は、ボルケンクラッツァー級は2隻あれば、地球を滅ぼすことができる、とまで評されるほどだ。ちなみに本作中では、このレベルの戦艦が3隻登場する。くっそはロタ。核爆弾どころの騒ぎじゃないでしょ。地球崩壊するんで使用はやめてほしいですねー。さらに驚くべきことに、黒金の方向2にはエクストラキットという作品も存在するんだが、このエクストラキットには、超ボルケンクラッツァーという戦艦が存在してだな。これは大いなるインフレの予感。まあもちろんその通りで、地方の波動砲は量子波動砲とかいう、まさに地球を滅ぼしかねない砲台に換装されてるし、ミサイルの代わりに、光子榴弾砲、なる、衝撃波によって敵を破壊する兵器を搭載している。一番厄介なのは防御性能だ。超ボルケンクラッツァーには防御装備として、防御重力場、なる補助装備が搭載されている。これは黒金の方向シリーズに登場する防御兵器で、
重力場を利用して質量兵器の弾道をねじ曲げるという代物だ。このおかげで防御力は実質 1.5 倍から2倍にまで向上しており、ボルケンクラッツァーと比べ、その耐久性能を飛躍的に上昇させてるってわけだな。重力場を操作するとか強すぎるんよな。ここまで行くと SF の世界ね。いやまあ複方のレールガンの時点で SF だしな。さらにこれが3になると、今度はレールガンが、半物質ビーム砲に変更されてたりする。半物質兵器ももちろん架空のものでしかないが、もし現実になったとすれば、同質量の水爆と比べると120倍ほどの威力を持つと言われる。まさに超兵器だ。地球が崩壊するほどの危険性を持つ兵器になるので、良い子のみんなは絶対に個人で開発しないでくれよな。やろうとしても無理なんだよな。さ、それでは二つ目の紹介だ。二つ目はオンライン型戦艦シミュレーションゲーム、ワールドオブウォーシップスで登場する超ヤマト型戦艦、シキシマだぜ。ほうほう、超ヤマト型戦艦ってことは、戦艦ヤマトを超えるって意味かしらね。確かに実在しなかった架空の戦艦として、ヤマトを超えるものはロマンが溢れてしょうがないわね。確かにこのシキシマは架空の戦艦でしかないんだが、実は元ネタというか、計画としては存在していたんだぞ。え、マジで、そうなの。1937年頃から建造が開始されたような、ヤマトのような巨大戦艦、これらを、ヤマト型戦艦、と呼ぶんだが、当時の大日本帝国海軍はさらにそれを上回る兵器として、海ヤマト型戦艦、とか、超ヤマト型戦艦、なんてものを開発しようとしていたんだ。戦艦ヤマトの基準排水量は6万、4千トン、飛行は3連装の46センチメートル砲だったのに対し、超ヤマト型戦艦の基準排水量は8万トン以上、飛行に51センチメートル連装砲を搭載しようとしていたあたり、ヤマトを超える威力と大きさを備えた巨大戦艦であることは、間違いないだろうな。実現はしなかったが製造計画は進んでいたようだ。めちゃくちゃ強そうじゃん。なんで設計されなかったの？そりゃもちろん製造の難易度と戦況の悪化だな。超ヤマト型戦艦を開発し始めたのは1942年なんだ。太平洋戦争の後半に向かって、日本の戦況は悪化する一方だった時期でもあり、こんな巨大戦艦作ってる暇なかったって感じだろうな。あらあ、超ヤマト型戦艦を開発できるだけの力があれば、ワンチャン日本も勝利できたかもしれないのにねー。いやそれは厳しいだろうな。実は巨大戦艦の計画自体は日本だけではなく、アメリカもヤマト級の大きさを持つモンタナ級戦艦なんてのを、開発しようという計画は存在していたんだ。だが、アメリカは結局モンタナ級戦艦の計画を中止した。もうすでに戦闘機の技術が発達してきており、戦艦では対抗できると思われていなかったんだ。いくらヤマトより大きな戦艦ができたところで、アメリカの戦闘機に蜂の巣にされるだけだろうな。ヤマトですらもはや過去の技術になってしまっていたのね。なんて悲しい。まあだけど実用性は確かになかったとしても、巨大戦艦にはそれ以上のロマンがあるわけで、ワールドオブウォーシップスが登場させた架空の超ヤマト型戦艦の一つが、シキシマってことだな。超ヤマト型戦艦に名称は付けられていなかったので、シキシマって名前はゲーム上での戦艦の名前だな。このシキシマは史実の超ヤマト型戦艦の計画通り、ヤマトより巨大な 51cm 連装砲を3機搭載、現実には装備されることのなかった最強の砲台を、ゲーム内で再現したって形だな。飛行もそうなんだけど、画像が綺麗でめちゃくちゃかっこいいわね。ちなみにその性能もヤマトを格段に超えるものになっており、ヤマトが対空戦艦としては貧弱だったのに対し、強力な射撃精度と短い装填時間の甲斐もあって、戦艦としては最高の対空性能を持っているぜ。機動性もヤマトより高く仕上がっているため、敵艦隊をボコボコにできる能力を有している、圧倒的爽快感を求める際にはおすすめの戦艦だぜ。ゲーム内だけでも操作したくなってくるわね。さ、それでは三つ目の紹介だ。三つ目は現実に計画された超巨大空母、ハボクックだぜ。氷山空母、氷山ほど大きい空母ってこと、南極大陸的な、さすがに南極を空母にするってのは頭おかしいんじゃない？いや、もちろん南極ほどの大きさにはならないが、氷山を利用した空母であることには間違いないな。これは先ほど紹介した黒金の方向シリーズなど、いくつかのゲームやアニメにも登場する空母でもある。そしてこれは第二次世界大戦中に、イギリスのジェフリー・エム・パイクという実在の発明家が、設計を計画した空母としても知られているんだぜ。実際に計画されたってのはよくわかったけど、氷山を空母にするってどういうことなの？ちょっと言ってる意味わかんないんですけど。これは当時のイギリスの洋上戦略が大きな要因になっているぜ。当時のイギリスは軍事活動の他貿易を行うにあたり、もちろん大西洋を行き来する必要があった。
だがしかし、敵国ドイツはたびたびイギリス軍の輸送艦を攻撃し、イギリス軍の行動を断るごとに脅かしていたんだ。この状況を打破するため、イギリスはドイツ軍の攻撃から身を守るための、洋上航空基地の開発を目指すことに、こうした中で氷山空母は開発を検討されるようになったんだぜ。ふむふむ、開発意図は確かによくわかるわね。でもなんでわざわざ氷山にしようと試みたの？氷山空母の最たる特徴は、もちろん空母が氷山でできていることだ。そもそも巨大な洋上航空基地を普通に作ろうとすれば、莫大な時間と労力がかかるし、何より襲撃されて基地が破壊されようものなら、修理にも大きな労力がかかったりする。氷山空母はその欠点を補おうとしたんだ。まず、原料はカナダ沖に浮かんでいる氷山の一角だ。巨大な領海を削り出して空母を建設することで、想定より短い期間で洋上基地を設置することが可能になる。しかも空母自体が氷で構築されているため、敵の砲撃などで空母が損傷した場合は、周りにある海水を取り込んで凍らせることで、すぐに空母を修復しようという設計だ。もともとは自力で動けない人工島として想定されていたが、巨大なディーゼルと電動モーターを駆使することで、人工島を移動させようという検討もされるように。これが氷山空母の構想ってことだな。なんか、開発する前に頓挫しそうな話ね。氷山を削り出すのもかなり難易度高いでしょ。カナダからイギリスまで移動させんのも、かなり大変そうじゃない？一応はこの計画は実行に移されたんだ。1943年に7000万ドルと8000人の人員を動員し、手始めに長さ18メートル、幅9メートルの試作船を作ろうとした。しかしながら開発を進めていく中で、氷山空母の開発は想定以上に、膨大な労力と費用がかかることが明らかに。しかもそれと同時に航空技術が急成長したことで、長時間の飛行が可能になったし、戦局が変わってアイスランドの基地が利用できるように、こうした中で氷山空母の利用価値は失われていき、1943年中に開発は中止になってしまったんだ。まあ、どう考えても難しそうよね。でも実際に見てみたかった気もするわ。実際にあったらどれほどの大きさになったのかしら。戦術した黒金の方向というゲームでは、全長700メートルクラスの超巨大戦艦として登場するぜ。このゲーム内では巨大戦艦が氷山に覆われた形になっていて、かなり分厚い装甲を持つ戦艦として、シリーズ内ではかなり強い部類に入る戦艦になってたりする。ちなみに現実世界における最大の軍艦は、アメリカの原子力空母ジェラルド・アールフォード級で、なんとその全長は337メートルなんだ。つまり、氷山空母はその2倍以上の大きさを持つってことだな。でかすぎてやばいんだよな。それこそ実際に現実にあったとしても、戦闘機の的になってボコボコにされちゃいそうではあるわね。さ、それでは4つ目の紹介だ。4つ目に紹介するのは荒牧義雄原作の架空戦記、旭日の艦隊に登場する全長256メートルの架空潜水挑戦艦、ヤマトタケルだぜ。ほうほう、潜水能力を有した巨大戦艦なんて、ロマンが溢れて脳汁溢れ出てくるわね。潜水型の巨大戦艦なんて技術的にも難しそうだもんね。まあこの作品に登場する戦艦は、技術的な部分に関して着目すると結構キリがないというか、この作品と表裏一体の作品としてコンペキの艦隊というのもあって、これらは艦隊シリーズとして有名な作品ではあるんだが、コンペキの艦隊で検索すると、ひどい、チート、おかしい、などがサジェストされたり、結構な言われようなんだよな。ダサくだったってこと？いや、そんなことはない。小説として最初に登場していこう。コミカライズされ、全32話のアニメ化もされた。なんなら人気作品って感じだ。あれ？ひどいなんてワードがサジェストされる割には、結構人気そうじゃない？一体どうなってんの？この作品はストーリー的に色々と突っ込みどころが多いんだ。コンペキの艦隊のあらすじを簡単に語っておくと、昭和18年4月18日、ブーゲンビル島上空において、海軍連合艦隊司令長官の山本五十六は死亡した。だがしかし、五十六は目を覚ました。彼が目を覚ました世界は38年前の日本であり、五十六は鷹の五十六として戦時中の記憶を持ちながら、アメリカやイギリスをボコボコにしていくっていう、そんな感じのストーリーだ。ほう、現代的に言うなら、異世界転生も能烈 AAK ライトノベル。って感じかな。まあ、あながち間違ってもない。設定的には納得がいく設定ではあるし、テーマ的にも多くの人の興味を得た内容ではあったんだが、実際に漫画や小説、アニメを見た人の評価としては、非現実的すぎて見ていて笑えるとか、日本軍人がいい人すぎて完全懲悪的な内容がきついとか、そんな評価が結構あるんだよな。ああ、なんとなくイメージはつくわね。ただ一方では、兵器のデザインが良かったとか、日本軍が勝つストーリーとして爽快感があるとか、そういう評価も存在したりはする。つまりは、現実的な整合性とかを気にしなければ、
面白い内容なのかもしれないな。実際、登場する日本軍の兵器が異常に強かったりするし、そういう面白さを楽しめる人にはもってこいだな。ほうほう、そんなオレツ AA 系日本軍の兵器の中でも、最強なのが朝鮮艦、ヤマトタケル、になるわけね。そういうことだ。ヤマトタケルの設計にも転生者の設計思想が関わっており、彼らは前世で大量の対空火器を持っていた戦艦ヤマトが、急降下爆撃で対空能力を奪われたという記憶から、戦闘機の急降下爆撃に対応できるような設計を施したぜ。祭壇のような環境に降下砲を装備することで、急降下爆撃を受ける前に敵の戦闘機をこっぱみじんに、さらには反潜水機能も付け加えることで、魚雷防御や砕氷能力も有し、なんなら潜水させて沈没しそうだと敵に誤認させての、敵戦艦を騙し撃ちするなんていう偽装戦法もできるように、サイズ感は戦艦ヤマトとそう変わらないものの、飛行には実現しなかった 51cm 三連砲も搭載してるぜ。過去の記憶を参考にして強い設計にするのは、転生ものストーリーとしては王道中の王道よね。YouTube の広告とかでも、異世界転生でチートする漫画とかめっちゃあるもんな。いつの時代にも需要があるってことだな。ちなみに旭日の艦隊には新、旭日の艦隊という続編があってな。マジかよ。このストーリーではヤマトタケルはさらに進化し、海中戦艦、新ヤマトタケル、として登場するぜ。新ヤマトタケルは当たり前のようにエグい強化が施されていて、動力は核融合炉機関による電磁推進方式だ。原子力空母じゃないですか。めっちゃ時代進みましたねー。もちろん攻撃力も大幅に強化され、四方の 51cm 三連砲はレールガンに、異次元の発射速度に加えコンピュータ制御による自動索敵機能で、敵味方の判断をコンピュータによって行えるようにもなったぜ。もはや今の兵器も欲しい機能。まあでもこういう空想から新兵器が開発されるわけだしね。ちなみにこの旭日の艦隊、紺碧の艦隊では、ヤマトタケル以外にもエグい兵器が大量に登場するので、ストーリーに関しては説明できないが、気になる方はぜひ原作やアニメをご視聴ください。さ、それでは最後の5つ目の紹介だ。5つ目は中岡純一郎作の歴史小説に登場する、超強度級戦艦、とさ、だぜ。超強度級戦艦、何そのウルトラスーパーみたいな表現。まあ確かにわからなくもない。だけど別に表現としてはそんなにおかしくもないんだよな。そもそも超度級戦艦ってのは現実に存在するからな。あ、現実に存在する故障だったのね。1906年に進水したイギリス海軍の戦艦に、ドレッドノートという戦艦が存在するんだが、この戦艦は当時非常に革命的なものであり、この戦艦と同程度のスペックを持つ戦艦を度級戦艦、そしてよりハイスペックな性能を持つ戦艦を、超度級戦艦と呼ぶようになったんだぜ。戦艦ヤマトとかは超度級戦艦の一つではあるな。ってことは超超度級戦艦ってのは、戦艦ヤマトを超えるレベルの戦艦ってことね。さっき紹介してた超ヤマト型戦艦的な、そのイメージでおおよそ問題ないぜ。超超度級戦艦、とさ、が登場するのはタイトルもそのままに、超超度級戦艦とさという架空戦機の中で登場するぜ。出版されたのは2002年から2003年まで全3巻だ。基準排水量は384,200トン、全長582メートルに全幅97メートル、乗員定数はなんと1万人。四方は46センチメートル三連砲で、戦闘機や航空機は90機搭載できるという超大型戦艦だ。今までの戦艦では全長700メートルなんてのもザラだったし、ちょっと小型って感じかしら。四方も戦艦ヤマトと同じよね。別の作品の戦艦で比較してもしょうがないかもしんないけど、そのあたりはこの作品が少しリアル路線で書かれているからかな。そりゃこんな戦艦作ろうもんなら、開発費なり運用コストなりも莫大にかかるわけで、このせいでこの作品中では、ヤマト型戦艦の開発はできなくなってしまっている。他にも巡洋艦とか空母とか、現実に存在した軍艦が開発されず、コストカットの対象になってるって感じだな。そりゃ日本にそんな余裕あるわけないですもんねー。しかも土佐建設の予算は陸軍からも回されたようで、現実には存在した満州国なんかの統治もできず、存在しなかったことにされてたりする。なんか妙にリアルな感じね。とはいえ、こんな大型戦艦の存在は敵国には大変な脅威であり、アメリカとは対土佐専用の兵器を開発し、ここから戦闘が始まっていくと、ざっくりとそんな流れになっているな。さ、ということで、今回の動画は以上だぜ。いろんな作品にヤマトを超える戦艦が登場するあたり、やっぱりみんな超大型戦艦の存在は夢見ていたのね。実際に運用できるかどうかなのは別として、アメリカやソ連にも大型戦艦の開発計画はあったしな。戦闘機の技術発展や開発が遅れていたとしたら、ヤマトを超える大型戦艦たちが世に登場していたかもしれないぜ。
ちなみに戦艦に類する動画としては、こっちの動画で紹介している最強の空母とか、こっちのポンコツ空母も、なんでそんなん作ったんや、というツッコミに溢れる内容になっているので、興味がある方はぜひご覧ください。今後もこのチャンネルでは銃とか戦艦、兵器を取り扱うので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。